はい、クラチャンネルです。今回は前回ボディフィットを買って約1ヶ月ぐらいだったんで動画を撮ります。1月の2日から始めたんで、もうちょっと、動画上がる頃には1ヶ月以上経ってるんですけども、2月2日の状況を数値にしてみましたんで、どんな感じか、数値はこんな感じです。だいたい数値はもう全部マイナスになってるんですけど、体重はほぼ変わってないと思います。お腹周りとかは少し引き締まった感じはありますけど、まあ見た感じはあまり変わってないのかなと。ただ中身がこう触った感じなのかは、かなり、硬くなって、腹筋がついてるっていう感覚は自分の中にはあります。人それぞれだと思うんですけども、まあ1ヶ月ぐらいでこれぐらいだったらいいかなと思いますね。はい、このボディフィットの使用箇所はお腹の前面、それから横腹、3箇所、これを1回つけて次つけてつけてっていうのを毎日やってます。これ1回 の, ボタンを押すと、23分ほどこの機械自体が動くんですけども、激しいこう動きをしなければ剥がれることはないかなと思います。だから日常生活で例えば、こんな風にね、本読んだり、例えばゲームをしたり、まあ軽い主婦の方だったら家事をしても問題はないと思います。ただ、レベルがこれ1から20まであるんですけども、今僕がやってるのは10とか13ぐらいまでのこういろんな箇所でやってるんで、ひどいこうなると13ぐらいになるとかなりこう体も振られるぐらいの動きを機械にさせられます。包丁とかああいうものは使えないかなとは思いますけども、まあゲームとか本読んだりテレビ見たりっていうのは特に問題はないかなと思います。腹筋を鍛えてるんで、レベルをこう上げすぎてトレーニングをすると当然筋肉痛になります。これを使用して、1ヶ月経って、体の変化は少しだけこう引き締まった感じがある。急激な変化があるわけではないんで、個人の感覚によって多少違いはあると思いますが、まあ効果はあるのかなと思います。このボディフィット自体は何か今いいことばっかり言ったんですけど、デメリットもあります。このボディフィット、体につけるのにジェルがついています。まあ、体から離れないようにしてるんですけども、このジェル自体は半永久的には使えないんで、約30回粘着度が落ちてくる感じがします。粘着度が下がると効果が薄れるとか、まあ、体からちょっと離れるとかっていう、まあデメリットがありますし、30回なんで僕の場合は1回2回3回なんで、約10日使うとダメになります。ダメになるっていうか、まあ粘着度が下がってきます。なのでお腹につけた状態で腰痛ベルトなんかをこう一緒に巻いて、その上から巻いて剥がれないようにしたりして使ってます。そうすることによって、ジェルパッドが少し 長持ちさせるような効果はあるかなと思います。でもうこれもう、見てもらうと分かるかな、
もうボロボロになってるんで、そろそろ交換時期なんです。ちょっと交換も後やってみようかなと思いますので、このジェルパッド自体は約2000円ぐらいします。これ、2枚セットで2000円ちょいかな。だから普通に10回、僕の場合だったら 1,2,3 回なんで、約10日使ってダメになって2000円払うと月に6000円払うことになるんで、でもちょっとそれは自分家計的にも難しいんで、先ほど言ったように4つベルトを巻いてみたりっていうことをやって、月に2000円ぐらいでなんとか1ヶ月ぐらいこの1枚のパッドで持たせようかなとやってみてます。使用して約1ヶ月ぐらい、1ヶ月弱かな、使ってる、ジェルパッドを交換してみようかなと思います。これ交換簡単なんで、ずっとこう剥いでいけば簡単に取れる。これはもうダメなんで、こっち側もこう取ればいいだけですね。定期的にこうこの会社にお願いしてると20日に1回とか30日に1回郵送されてきます。まあ当然2000円ちょいかかるんですけども、パッドが入ってるんで交換するということですね。ここ2枚がこう入ってると、ここかな。交換する前に、ここ接着面をちょっときれいにして、こういうのがあるんで開いて、これを空気が入らないようにこう端からずっと貼っていきます。で、内側もこうやって剥いた方を接着して、はい、で、この、もう一枚ここにフィルムがついてるんですけど、フィルムをこうゆっくり剥がすと、ここが、粘着するような、これで、前の新しいのでだいぶもう綺麗さが分かると思います。で、これ使用してない時にホコリとかついちゃうんで、こういう台紙みたいな硬いものがあるんですけど、これにこうですね、こういうふうな感じで。止めて、これ誤操作でこうボタンを押されないようにこうカバーがついてます。で、乾燥しちゃいけないんで、こういう袋に入れて、ジップロックみたいにこう。をして、これで保管してます。で、使用するときはまたこれを出して使うということですね。